はい、どうもです。私はですね、今ボストン国際空港に来ているわけですけども、これからね、まあちょっとボストンにゆっくり滞在ということで、もう寒い、結構日本人の方もいらっしゃいますね。それで今リフトっていうね、シェアアプリを使って、まあ、それでね、市内行く予定なんですけども、たった15ドルでね、それで行くことができるということでね、アメリカ物価考えるとニューヨークでも行ったんですけども、めちゃ安い。それでこんだけ使ってる人がいる、ここも全員アプリでピックアップする場所専用なんで、こんだけ使ってる人がいるんですよね。いや、すごいですよね。タクシー会社やばそうだな。まあ、とりあえずね、まあ、利用する側からするとありがたいことはありがたいんでね、まあ、これちょっと活用させていただこうと今回も思ってます。まあ、アメリカに関してはもうほとんどに関しては2人で行動するのであれば、もう公共機関に利用するよりもでっかいね、こんな荷物持ってることを考えると、もう多分タクシーで行きたいとこ行った方がいいと思います。はい、そんなねアメリカです。まあ、移動費が安いのは本当にね、旅行者にとってありがたいんで、いや嬉しい限りなんで、まあ、ぜひともね、皆さん現地でアメリカ来ることあれば使ってみてください。というわけでここで待ってます。ボストンの今回滞在する部屋に到着いたしました。だいぶ前にすいません到着しててね、結構疲れておーみたいな感じで休んでたらもう結構いい時間になったみたいな感じでございます。今回はまあ Airbnb でちょっと部屋をね借りたですよ。はい、まあ、ホテルでもよかったんですけども、まあ、ちょっと長期滞在するんでね、それでこう服とかもそろそろね洗濯するタイミングかなみたいな感じで、一応東京一泊ニューヨーク一泊みたいな感じで来てるので、まあそれでねここでちょっと滞在するので、まあ洗濯機のあるような Airbnb でまあ借りたって感じになりますね。はい、まあ、それでここなんですけども、本当に天井高くてね、素敵なところでございまして、こんな風に椅子もあるので、まあこれは普通に食卓なんですけど、まあ、ちょっと仕事と言いますか YouTube とかの編集にちょっと使わせていただこうかなみたいな感じで、キッチンもちゃんとあって、ベッドもこんな感じでありますよと。はい、ちょっとおしゃれで、ね、何よりね、あったかい、それもめちゃめちゃ良かったです。結構今、まあ、季節の変わり目でね、まあったかかったらいいんですけども、まだヒーターとか使ってなかったりね、する可能性もあったんで、ちょっとねビビってたんですけど、ちゃんとヒーターももう動いてて、ボストンの今0度とかなんですよ。11月中旬とかでね、こういう風にめちゃめちゃあったかいヒーターもあるんでね、めちゃめちゃ部屋はあったかいんで、外は寒いですけどもね、はい、外はちょうどもうこんな風に葉っぱの色がね変わってるような状態でね、とてもすごい、外からこっから見る分にはいいんですけども、外出るともう寒い、まあ、冬はもっとね大変なんだろう、雪も多分降るんでしょうなみたいな感じでございますと、まあ、ここでまあ4泊します。はい、ではちょっと今から外に行ってまいります。それではね、今ちょっと外に出てきて、今午後4時ぐらいなんですけども、こんな感じでボストンといえばロブスター、そんなイメージを持ってる人も多いんではないでしょうか。まあ、実際こう海岸に近いのでね、結構ロブスター食べるとかね、サンフランシスコでもあると思うんですけども、こんな感じでオイスターなんだっけ、日本は牡蠣ね、わずそう、牡蠣妻に教えてもらうという、はい、それでこれ妻のやつは BLT ってやつですね。これもロブスターみたいな感じで35ドルぐらいかな。はい、これ2人それぞれで、牡蠣は4ドルとかそんな感じの値段でした。ただアメリカは毎度言うようにチップマジックがあるので、だいたいここから 20% 増しと考えとかないと、それすっかり忘れて注文してましたけど、うん、そう考えるとやっぱりアメリカは物価高いですけど、まあでもここはかなりお手頃な方なんではないでしょうか。うん、ではいただきます。妻と半分半分しようということで、ちょっとねロブスターのやつはできるだけかぶりつけたかったんですけども、ちょっとこれだけは半分に、よし、はい、というわけでこんな感じでめちゃめちゃ贅沢です。ロブスター山盛りです。うん、うまい。
あっという間になくなるんでちょっとずつ食べたいと思います。はい、ポテトも、ポテトめっちゃうまい。やっぱアメリカうまいっすね。健康を抜きにすれば間違いなくアメリカの料理が僕は一番うまいと思います。ただこればっか食ってたら完全あれっすね、死にますね。じゃあ牡蠣、おお贅沢。レモンがめっちゃ硬い。結構ラックスベガスでね、あの牡蠣食べたことあるんですけども、それも美味しかったです。カジノの中にあるってやつね。おお、当たらないことを祈って。うん、あー、うまい。こうしかしでも4個しか頼んでないんで、まあでもポテトが多いんで、まあ今日の晩ご飯はこんな感じでございます。はい、いや、いいっすね。どうもです。あの今ボストン2日目の朝でございます。ボストンはね、見えますか、寒い。今何度だ、ですね、今ボストンはねマイナス4度。11月15日でこれです。はい、というわけでめっちゃ寒いんですけども、まあ、あれ お腹空いたんでね、ちょっと今から妻と朝ごはん食べようかと思います。まあエアビーなんでね、あの部屋では朝ごはんないんで当然。はい、ここのベーカリーショップ、ちょっとここで食べたいと思います。中に入ります。注文しました。ちょっと頼みすぎたかもしれないですね。これ大体22ドルぐらいでございます。2500円とかそれぐらいです。はい、ベーグル2つとあとは卵ということで、あとカフェラテ、うまそう。ではいただきます。それでは今ボストンの街をね、まあ昼ちょっと歩こうということにして、夜は寒いんでね、歩いてたらこんな感じで小川コーヒーね、これまあ日系人の小川さんがやってるのかなと思ったら、あの京都って書いてるんで、京都のあの小川コーヒーで、関西のスーパーとかよくはね小川コーヒーって豆が売ってたりするんですけども、それがねこんな感じですげえおしゃれな店を出してたりしますね。中はなんかブルーボトルコーヒーみたいな感じで、こうパソコンしてる人とかいてね、まあノマドワークとかね、そんなことができそうな小川コーヒー。日本もこれ作ってほしいな。ああ、めちゃめちゃおしゃれ。はい、ボストンのまあ街並みはちょっとここだとは分かりづらいかもしれないですけどね、こんな感じで、まあとても穏やかでございます。マーケットに到着いたしました。ここら辺ですかね、ちょっとなんか観光地っぽいとこですね。うん、でもなんか上にはなんかユニクロがあったりとか、はい、ショッピングもできるようなとこで、アパクロもありますね。それでね、結構ビルが高くて、なんか金融街でもあるのかなみたいな感じですね。はい、ただまあこの時期はオフシーズンですかね。そんなに人もいないです。はい、マーケットの中入ってきましたけど、あんな感じでハリボーがついていたり、 M&M's がついたチョコレート、リンゴのやつですかね、棒が。すげえ、これは食べられるかな。ボストンは港町ということでね、まあ港もあります。まあアメリカはね結構大きいんで、町によっては当然ね、まあ、こう海がなかったりするとこがほとんどなんですけど、まあ、ボストンは海岸沿いなんでこんな風にありますけど、まあ船なんでね人あんまりいないっす。それでここにはマリオットホテルがありますね。うん、なんか以前サンフランシスコで泊まったマリオットの海沿いにあるとことちょっとすごい似てるますね。うん、なんかでも全然ラグジュアリー感はないですね。うん、はい、おはようございます。今ボストン3日目の朝でございます。昨日雪が降ってね、それでまあこのボストンなんですけども、やっぱりこう東海岸にあるということで、まあ、僕全然ボストンの歴史みたいなのを調べてないんですけども、おそらくニューヨークと同じような感じで、まあ、昔イギリスの人がこっちに来て、まあ、船渡ってね、それでまあニューヨークが発展したんですよね。それでまあだからボストンも多分同じような感じなのかなって感じで、私が住んでるエリアはすごいなんかイギリスな雰囲気、ヨーロッパな雰囲気をねちょっとねあの感じさせますね、こういった建物とか。まあね、何が言いたいのかと言いますと、動画映えするみたいな感じですね。ちょっとなんかアメリカとはまた違った雰囲気ですね。こうやっていろいろ国を回ってみると、改めてねこうやってボストンも以前来たことはあるんですけれども、なんかね他の都市の違いとか国の違いとかが分かったような気がしますね。
というわけで今ね朝寒いんですけども、今日もはいニューヨークもね雨が雪が降ったみたいで大寒波みたいな感じだったらしいんですけども、今からねちょっとまた朝ごはん食べに行くんで、その様子をねちょっとレポートさせていただきたいなというふうに思っております。今バーに、バーというか朝ごはん Google マップで口コミいいとこ来たんですけど、なんかバーみたいなとこにすごいね人なんで、すごい人気なとこなんでしょうね。それでこんな感じでパンケーキ頼んだら、本当にパンケーキこんなでっかい2枚来て、で妻のやつはこんな風なエッグみたい、こっちは美味しそうですね。いやこっちも美味しそうですよ。まあでもこんな感じでソースもあるので、いただきます。なんとも言えない雰囲気です。アメリカも朝ごはん食べれば晩まで腹いっぱいですね。おはようございます。ボストン3日目の朝でございます。また今日もね朝食を食べに、はい、楽しみです。お腹減った。またリフト乗ってます。はい、それでは朝食食べました。今回エッグベネフィットとサラダ妻が、まあ、食べて半分半分しようかなと思ってます。まあ、結構こっち来て全然サラダ食ってないんで、ちょっと調整しようかなと。でこっちのカフェラテ頼んだんですけど、相変わらずでかいっすよ。今すごい。ではいただきます。チーズがうまい。ボストンの街をまたね、今日は天気良くて最終日なんですけども、ブラブラ歩いてるような感じで、今日はそこまで寒くはないですね。雪も降ってないです。それでまあここはねなんかすごい見覚えがあって、図書館ですかね、あれは、とてものどかでいいところですね。ニューヨークとか今までまあ大都市ばっかり行ってたんですけども、そことはまた違った雰囲気がね伺えます。今ねダンキンドーナツに来ました。まあ、ダンキンドーナツね昨日ちょっとねちょろっと聞いたんですけども、ボストンがダンキンドーナツ発祥の地、まあ日本ではねあんまというかないんですけど、ね、まあ海外来たらね、まあ、ミスタードーナツみたいなドーナツ屋みたいな感じの印象があると思うんですけど、僕の中ではね、はい、それでちょっと来てみましたと。それでね、まあ、やっぱりアメリカということで、これ見てください、めっちゃビッグサイズじゃないですか。こんないやいや、これも美味しいんですけど、これサンプルでございまして、今回注文したのがアイスコーヒー頼んだんですけども、めちゃでかいこれです。こうこんな顔よりでかいみたいなアイスコーヒーね、これ胃袋の中入るのかってやつね。これが3ドルぐらいで売ってて、まあ安い、うん、あ、まあ、ちょっと薄いですけど、うん、これ1本あればもうね職場でも、いや多すぎるかカフェイン中毒になるぐらいでかいです。こんなアイスコーヒーでございます。まあ、それでこれがサンドイッチ 1.4 ドルとか、あ、これはドーナツ、はい、1.4 ドルとか、オレオがついてるやつです。まあ、アメリカっぽいです。うん。うまい。てなわけで、まあでもランキングはそんな多くないですね、店舗は。でもなんか昔はもっとあったような気がするんですけど、アメリカになんかちょっと減ってきてるような気がしますね。スタバとか押されてるような感じでしょうかね。まあというわけでこんなあれ飲んでます。ハーバード大学に行きました。ハーバード大学が創設した、まあ、福沢諭吉みたいな感じですかね。早稲田大学の慶応だっけ。はい、それでまああんな感じで、結構観光客もハーバード大学は、ね、いるような感じで、まあね、せっかくなんでちょっと遊びに来ました。はい、でもしかし寒いです。
おはようございます。今ボストン4日目かな、それの最終日で、今日今からねもう空港に向かってボストンを去りますと、まあ、それボストンなんですけど、まあ動画でちょっとちゃんと話したか覚えてないんですけども、あ、実はまあ10年前ぐらいに大学のこう短期プログラムみたいなやつでね、あのここ来たことがあって、まあ留学っていう名前のまあまあほとんど遊びみたいなもんでしたね、うん、ですけれども、まあそれのこう10年ぶりに来たんですけど、なんか僕やっぱりこう僕のなんかね来たらなんか懐かしさを感じるのかなと思ったんですけど、まあほとんど学校の方にいたんでね、まあこう来てみると小町とか歩いてコプリとかね、そういったところは名前は覚えてたんですけども、歩いてみるとあれこんな感じだったっけなみたいな、なんか僕のイメージしてるボストンとなんかちょっと違うなみたいな感じでね、うん、まあ当時は全然ねこう海外とか行ってなかったんで、まあ全然こう視野が狭かったっていうこともあって、なんか僕がこう今ねこう落ち着いた状態でボストン来たのと、当時なんかワクワクしながらねあの海外、まあアメリカっていうので来たボストンとはちょっとまた違った印象で、やっぱりこうもう10年ぐらい経つとほとんどこうね記憶っていうのはねなくなってると言いますか、街自体もまあアメリカはそんなに変わってないとは思うんですけどもね、まあでもなんかこう全然新鮮な新しい街みたいな感じでね、ちょっと今回滞在することができました。まあメインとしては今回ねちょっとこうここのボストンではまあゆっくり家に滞在して、こうね動画、まあファーストクラスのね動画をちょっとね編集しようと思って、でも実際はまだね全然編集できてなくて、うん、まあ時差ボケとかあのやっぱりこうボストン来たからにはいろいろ行きたいみたいな感じでね、まあボストン美術館とかハーバード大学とかね、まあベタなところ行ったんですけども、まあそういったので、まあね行ってまだねちょっと終わってはないんですけども、まあでもそれでもねあのゆっくりすることができました。まあボストン自体はこうなんて言いますか、ロサンゼルスとかニューヨークとかと違って、やっぱりかなりもう学生の街とか、まあでも落ち着いてる街みたいな感じでね、うん、そう久々にこうなんか久々というか、うん、あまりこうアメリカの大都市以外はね滞在してなかったんで、すごいそれが逆にこう新鮮と言いますかでしたね。ただこう観光するとこっていうのは正直あんまりないんで、やっぱりこう留学とかで以外で来るのであれば、まあ、ボストン美術館とかねそういう芸術に興味ある人はあれですけども、もうちょっとなんかそういったところはちょっと物足りないのかなみたいな、逆にまあアメリカのなんかそういったなんか現地の普通のなんか暮らしをやってみたいって人にはなんかおすすめできそうな街でしたね。まあ JAL の直行便があるので、またいずれ JAL の直行便に乗ってねこのボストン来てもいいのかなみたいな感じで思いました。それで今泊まってる部屋もねめちゃめちゃ当たりでございまして、 Airbnb でね貸し切りで借りて、なんか実際はねでもねここの部屋ってあのオーナーの人が上に住んでるんですよ。あれ貸し切りじゃなくて個室じゃんみたいな感じでね、個室だと値段安くなったりあのするんでね、最初詐欺じゃんみたいな感じで思ってたんですけどもね、まあ、別にでも完全プライベートは保たれてますし、何よりオーナーの人が近くに住んでるんで結構なんか質が高い部屋でございまして、ここにもエストニアと一緒でヒーターがありまして、これめちゃめちゃやっぱり暖かいですね。北海道なら多分あると思うんですけども、これあるとねなんか朝はねこう寒い時に起きたらなんかあサブサブみたいな感じで、なんかそんな感じで始まる一日で、ちょっとそれね僕あんまり好きじゃないんですけども、こういう風にあったかいものがあるとめちゃめちゃねあのなんか一日始まりもねなんかすごいハッピーになれるんでね、いやここの部屋あったかいのでめちゃめちゃいいですね、うん、家の中はあったかい作りに、もしこう将来ねちゃんとした家を作るのであればなんかしたいなみたいな感じで、そこはケチりたくないなみたいな感じでね思いました。というわけでね、ここの Airbnb もね概要欄載しとくんで、まあよかったらね皆さん泊まってみてはどうでしょうか。はい、というわけで今からねあの空港に向かいますと、ちなみに次はねあのロサンゼルスにあの向かうんですよね。うん、そう、ここからボストンからまた日本には帰らないんですよ。まあロサンゼルスはボストン国内線ユナイテッド航空に乗るんですけども、まあ、6時間ぐらいのフライトでございまして、国内線6時間かみたいなそんなねあのちょっとレビュー動画も撮りたくて、アメリカ長距離線みたいなね、それでちょっと今回決断したんですけども、温度差はこっちはね今朝の3度とかなんですけども、ロサンゼルスは14度とかで10度差国内でもね、まあ、日本も北海道と沖縄だとそれぐらいかな、うん、そんな感じでございます。それではねあの今から空港を向かいます。まあ、こんな感じでちょっと、ね、今回の動画はまああのちぐはぐだったと思うんですけども、自分のためにもこうなんかいろいろね今後もこう滞在した時の記録っていうのは残していきたいなみたいな感じで、やっぱりね人に見てもらうのは当然嬉しいです、皆さんに見てもらうのも当然ね嬉しいんですけども、何よりこうね旅行動画って自分がね1年前とか撮った動画見るのめちゃめちゃ楽しいんですよねなんかそういった記録をねあの残しつつ、まあ、皆さんにもぜひともねあの見てもらえるような
なんか動画を作っていきたいなみたいな感じで思ってますので、引き続き飛行機レビューとかだけではなく、こういったね現地の滞在のまあまああったりした動画もね、ちょっとねよろしくお願いします。この動画が面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますが、フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。まあ、ここら辺の地区っていうのもあるかもしれないですけども、そんなになんかアジア人の方とかも、日本人もほとんど見なかったですね。まあ今ね、あの秋でまあこう学生の方はまた学生寮とか溜まってるんですかね、なんかそんなの全然街歩いても全然いなかったんで、なんかニューヨークとかだとね、めちゃめちゃアジア人とかいてね、まあ日本人の方も多いんですけども、なんかちょっとねボストンはそういったところ歩いてても全然そんな人がいなかったんで、ちょっとそれがね驚きでした。まあ以上ね、ボストンの滞在レポートでございました。それでは。